こんにちは、マーケティブ田中です。緊急事態宣言が延長され、日々集客に苦しむホテル旅館さんは多いことと思います。国内旅行や出張需要が激減する中で、どんなに工夫してプラン特典をつけたり、またどんなに安く販売してもプラン経由の売り上げとして反応が見られないと苦しんでいないでしょうか。目先の売り上げを作ることと同時に、この緊急事態宣言の期間、ある意味新たな取り組みをできる期間として、未来の新たな需要に備えることにも時間を費やしてみませんか。今回は目先の大きな売り上げを作るということではありませんが、新しいワークスタイルを見据えた新たな需要にフォーカスしていきたいと思います。それはワーケーションです。そこで本日のテーマは、ワーケーションプランを造成し新たなトレンドに備える、こちらをテーマにしていきたいと思います。この動画を見ていただければ、ワーケーションという新たなトレンドを理解し、そのターゲットの潜在ニーズを理解することで、ただワーケーションというキーワードを入れた付け焼き刃的なプランではなく、実際に需要を獲得することができる、またワーケーション利用者のかゆいところに手が届くプランにすることで、大きな売り上げを見込めるプランにできると思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは本日も行ってみましょう。まずはじめに、ワーケーションという新たなトレンドを理解しましょう。ワーケーションというのは、ワークとバケーションを織り交ぜた新しい造語です。緊急事態宣言の発出により、企業は社員全体の7割のテレワークを求められ、実際に対応する企業が増えてきています。テレワークからなぜワーケーションという発想になるかというと、在宅ワークとなったことで、企業も一定程度テレワークの有効性を理解し始め、今後は働く場所を自宅にするという概念がそもそもなくなっていく、もしくは企業も緩和していくという流れになるだろうと予測されています。そして一言でワーケーションといっても、大きく4つのスタイルがあると言われています。1つ目は仕事と休暇を兼ねたパターン、2つ目は休暇中の一部の時間を仕事に割くパターン、3つ目は出張後の翌日を旅行にするパターン、4つ目は企業そのものが団体研修をするパターン。特に1から3つ目は似たように感じますが、微妙にターゲットは変わります。そしてこのワーケーションには4つのステークホルダーが存在します。まずは地域内の交流人口を増やすことが目的の行政、次に新たなワーケーションという働き方で従業員の満足度を上げたいなど、働き方改革を推進する目的を持った企業、そして健康面やクリエイティブな環境を求める働き手、最後にその場所を提供するホテル旅館さんや関連事業者、この4つのステークホルダーが存在することで、間違いなくこの需要はどんどん前に進んでいくはずです。ワーケーションなんてプランを作っても売れないでしょうと考えているホテル旅館さんは、新たなトレンドに取り残されてしまいます。次にワーケーションにすでに取り組んでいる事例をご紹介したいと思います。まず1つ目は貸し会議室を作ったケース。リモートワークが普及したことで、ウェブ会議やウェブ商談が増えています。これまでは需要が少ないということもあり、ホテル旅館さんも専用のスペースはなく、利用者はパブリックスペースでイヤホンをしながらひっそりと行っています。そこで大型液晶モニター、会議テーブル、会議用専用マイクなどを設置した専用ルームを作り始めています。これは3人4人などで出張しているビジネスマン、ビジネスウーマンを
取り込む一つのコンテンツになると思います。そして2つ目にコワーキングスペースを作ったケース、仕事用の大きなデスクやオフィスチェアを用意した専用スペースです。これは複数名での利用というよりはお部屋では仕事に集中できない人などに利用してもらうケースが想定されます。この2つのケースは新型コロナウイルスの流行により残念ながら特に旅館にあるマッサージやエステコーナーが撤退してしまい、その空いたスペースに作るケースが多く見受けられます。しかしこのような大きな投資を伴うものに全てのホテル旅館さんが対応できるわけではありません。ですので今のホテル旅館さんの現状のままで限りなく少ない投資でワーケーションに対応する方法、そしてプラン造成方法をご紹介します。では限りなく少ない投資と限りなく低いリスクでこの需要に対応するための宿泊プランをご提案したいと思います。まず皆さんはウェブ会議やウェブ商談を実際にやったことがありますでしょうか。ウェブ商談をする人たちのニーズを考えていきましょう。利用者が必ず気にするのは商談を成功させたい、初対面の場合は第一印象を良くしたい、プレゼンをする場合はきちんと相手に伝えたい、このようなニーズが考えられると思います。現在楽天トラベルさんでワーケーションというキーワードで検索すると652件のホテル旅館さんのプランが検索結果に表示されます。その検索結果に表示された652件のホテル旅館さんの主なプラン特典をご紹介します。連泊で安くなるという特典、高速 Wi-Fi 環境という特典、静かな環境という特典、最後にレイトチェックアウトという特典。確かにどれも嬉しい特典かもしれませんが、どんなホテル旅館さんでもできる特典であり、また利用者にとっても決定的な特典ではないと思います。連泊、高速 Wi-Fi 環境、静かな環境、レイトチェックアウトできるから商談が成功するわけではないですし、ましてや初対面の第一印象が良くなるわけでもありません。これはニーズを理解せず付け焼き刃的なものでしかありません。ではどのような特典を用意すれば良いのか、私は2つのものをご紹介したいと思います。1つ目は照明です。ホテル旅館さんの室内照明だけでは残念ながらパソコンのカメラ性能では暗い映像となります。暗い映像となれば相手に与える印象も良くないことは間違いありません。照明もピンキリで安いものですと3,000円前後、少し良いものでも1万円前後で用意できます。今回私がおすすめしたいのはこちらのリングライトになります。ニューアーの20インチのリングライトです。Amazon ですと12,999円で販売されていますので、貸会議室やコワーキングスペースを作ることよりもはるかに少ない費用でワーケーション対応が可能です。実際に私のこの YouTube チャンネルでも照明として使用しているものです。2つ目はマイクです。ウェブ商談でプレゼンをするという場合はそもそもきちんとクリアーな音で相手に音声が届くということが必要です。そのためにはパソコンの内蔵マイクでは少し心もとないです。それを解決するのが会議用マイクです。全指向性のマイクとなりますので音も拾いやすいのが特徴で、複数人で使用する場合も非常に便利なマイクです。価格もピンキリではありますがだいたい1万円前後です。特におすすめはないのですが Amazon で検索するとこちらの商品が口コミ評価も高く良いかもしれません。どちらの商品も概要欄にリンクを貼っておきますので確認してみてください。いかがでしたでしょうか。
今回はワーケーションという新たなトレンドを理解し、付け焼き刃的な売れないプランで終わることなく、利用者のニーズに寄り添った有効なプランにするための2つの特典をご紹介させていただきました。実際に弊社のビジネス系ホテルのお客様でも、このような経済情勢にもかかわらず、毎月徐々にですがワーケーションプランの売り上げが伸びてきています。どちらもそんなに高い商品ではありませんので、ぜひ試してみてください。このようにマーケティブ TV では、楽天トラベル時代も含め全国2000件以上のホテル旅館さんを見てきた経験を生かして、これまで成果のあった具体的な施策やノウハウを惜しみなくご紹介しております。毎週金曜日週1回動画をアップしていますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。また今回の動画が役に立ったという方は、ぜひ高評価ボタンもお願いします。この後マーケティブグループの無料メルマガのご案内もしますので、ご興味がある方はぜひご覧ください。本日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。